診断士免許中の新井でございます。今回は生産計画のアウトプットをしたいと思います。今回もですね、英単語がいっぱい出てきてますね。で、生産計画はですね、この4つに分けられる、されてます。手順計画、工数計画、日程計画、そして材料部品計画ということで、まずはですね、この手順計画のとこから扱っていこうと思います。で、もう一つ、生産統制っていうのがあって、作業手配、余力管理、進捗管理、現品管理に分けられます。まあ、これは別に後で覚えるんでね、いいと思います。まず、その手順計画なんですけども、2つありまして、ジョブショップスケジューリングっていうのと、フローショップスケジューリングっていうのがあります。で、これは過去、勉強した製品別レイアウトとかでね、ジョブショップ型とかいう配置がありましたけど、あれと一緒で、機能別に分けてる、機能別レイアウト、のような形でスケジューリングもするということです。文章通りですけどね、仕事の順序は決めず、それぞれの仕事に優先度をつけて、優先度の高いものを先にやる方法、優先度の規則をディスパッチングルールという、先着順規則、最小じ作業時間規則、最早納期規則、最小スラック規則などということでね。で、ディスパッチっていうのは、急破する、特破するといった意味で、急ぎの仕事から手をつけると。特別な仕事から先にやると。まあ、優先順位に従ってやっていくという。そういったものが、ジョブショップスケジューリング。まあ、だから、機能別レイアウトも、その機能ごとに必要なものをやっていくということでしたけども、ジョブショップスケジューリングっていうのは、優先順位の高いものをやるということですね。だからディスパッチングであると覚えておいたらいいんじゃないですかね。ただこのディスパッチングがね、なかなかすぐにこの日本語として理解できるかって言われるとそうじゃないと思うので、何度も何度もね、覚えるしかないということです。ディスパッチングとは何かっていうのを反芻してね、何の意味だったかなと。あ、そうか、急ぎの仕事から手をつける意味なんだなと、こういうことですね。はい。で、じゃあ一方でフローショップスケジューリングっていうのはですね、何かというと、一番、あ、ちょっと待って、これ、商品種大量生産で使うということで、連続生産ですよね。一直線になってたような、ライン型のね、やり方ですよね。フロー、流れのショップですかね。フローは流れって意味ですから、流れの中でやっていくということで。で、このジョンソン法っていうのが、その時に使われるスケジューリングのやり方です。で、このやり方はここにちょっと書いたんですけどね、最小の時間を探して、前工程か後工程かを区別して、前工程なら前に、後ろ工程なら後ろにというふうにあるんですけど、これがね、多分意味わかんないと思うんですわ。この文章でやっても絶対わかんないです、これ。なので、実際にちょっと撮影したので、そちらご覧いただければと思います。そして、理解していただければと思います。はい、こういう表があったときにですね、実際にジョンソン法でどうやって解いていくのかをアウトプットします。ジョンソン法のルールは、一番最小の数値をその表の中から見つけて、その順番に書いていくというルールでしたね。で、一番最小の数値、この中で見るとですね、2なんですね、2。だから、このジョブ4が最初に来るんですね。で、M1 の工程が先に来ているということは前工程に書くんです。これが後工程の場合は後に書く。まあ、ちょっとこれが意味わかんないと思うんですけど、これは先に書くんですね。M1 列と M2 列ってこうやって作って、 M1 列の2が最初ですよね。だから先に書くんです。ジョブ4が、先に書かれます。このジョブ4から始まるってことですね、このスケジューリング的には。で、こういう感じでね、ジョブ4がまず始まるわけですよ。ここで2を消費してますよね。これ2だから。2時間かかる。時間かちょっと忘れましたけど、まあ2時間だとして。で、今度こっちは8なんで8時間かかりますね。で、次なんですけど、3ですね、3。この中で次に小さいのは3ですね。で、今度3は
M2 から始まってるじゃないですか。始まるというか M2 が3じゃないですか。だから後ろから書くんですよ今度は、こういう感じで、ここがジョブ3なんだなと、でここに3が来ていて、もう手前の M1 の工程の場合はこれがですね、こういう感じでジョブさん今度は4消費してるわけですね。そしてさらに次小さいのは4ですね。またあと工程からですね、ということは、ジョブ4がですね始まりますね、ジョブ2ですね、すみません。ジョブ2、これが4消費してますね、こういう感じね。ちょっと長さの単位おかしいですけど、6ですからね。ちょっと明らかにこっちの方がちっちゃいのに6ってなってるんですけど、ちょっとおかしいですけど、まあ気にしないでください。そして、次にちっちゃいのが5ですね。で、5は2つあるんですけど、最初の方から始めるとして、ジョブ1が来てるので今度ジョブ1が来ます。ジョブ1、これが5、ここも当然ジョブ1が来ます。これが5で、残りはもうジョブ5しかないですよね。全部使いましたね。でジョブ5が来てますんで、またここもジョブ5が来ます。で5が使用されていて、でここはもう全部なんでつながっちゃいますね。ちょっと変ですけど、ジョブ5、これが7、これで完成ですね。こうやってやってジョンソン法は一番ちっちゃいのを見つけるっていう、そしてそれ小さい順番にどんどん配置していくっていうことです。でこれでどういうふうに答えを出すかというと、最初の時間っていうのはですね、ちょっと数えてみた方がいいんですけど、まずこの M2 のここの合計ですね、ここの合計が8たす5たす7たす4たす3で、27ですかね、13、27ですね。ここの合計は27、こっちの合計が10の15の19、あ、じゃあ20か、20の22ですね。ここで22なんですよ。ということは、こっちの方が長く時間かかってるわけですね。でこっちは余るんですね。だから余る時間が来てるんですよ。22分でこっち終わってんのに27分かかっちゃってるんですこっち。でということはもうここは連続でいけるんですね。だって、待つしかないですよね。だって、ないですよね。ここがまず8かかってますから、待ち時間ないんですよね。次も連続でいきますよね。なので、この27がもうストレートにいくんですね。で、トップのここの2が、さらにかかりますよね。トータルで言うと ここの長さですから、こっからここまでの長さですからね。この3、このね、これがこっからここまでの長さ、これが最初の時間になりますんで、27たす2で29が最初の時間の正解になります。これがジョンソン法です。